2018年6月の14日3時36分です。いや、狐枠で名乗られてもわかんないよ。おはよう。フォロワーは地道に増やした。あー、もう長く続けるしかないんだ。そっかそっか。さっきさ、パイセンがウォッチしてたよ。え、なんで？俺のこと見てたの？暇だね。おはよう。あ、まあ写真は強いっていうよね。写真は。まあ今動画も載せられるしね。動画と写真バンバン載せていくのはいいことだと思うね。映像で伝えられるもんね。おはよう。よ、元気ない。元気ないかな。そうかな、なんかイライラするね。イライラするよ。元気ないっつうかイライラするね。イライラが半端じゃない。いや、知ってる。ポッチャリ界隈有名なの知ってるよ。稼げないから。おー、まあまあ稼げないのは俺のあれじゃん、しょうがないじゃん。まあ稼げてないのも要因にあんじゃないの。うまくいってないわけだから、結果じゃん。結果が出てないっつうのはまあつながってるだろうね。まあ、イライラする時もあるよな。しょうがないよね。
厳しいね。こんばんは。こんばんは。まあまあ、そうしよう。何事も地道に積み重ねていくしかないよね。知ってるよ。ニコ生見てないね。YouTube で見てるかな。ニコ生もう全く見てないね。全くじゃん。びっくりするぐらい見てない。ほぼ皆無だね。もう何年ぐらいあれだろうね、見てないだろう。もう2年ぐらい経つと思うよ。あ、まあ典型的な ADHD だよね。面白いよね。弾丸塾楽しい、ありがとう。応援してありがとうね。これはね、ADHD とアスペルガーの複合型で、両方とも持ってる。ADHD とアスペルガー症候群。まあ、七原さんはね、典型的な ADHD だよね。忘れ物めちゃくちゃ多いし、物なくすから、財布とかも全部チェーンでこうやってつけてないと絶対なくすの。定期とか。だからメガネをよくなくすかな。メガネを。バカにしてないよ。あ、それはわかんねえな。2、3個の動画しか見てねえかんな。なんか FX で、こう、わーっていうやつと。は？ FX で、なんだろう。
バーって株が暴落するのと、なんだったかな。なんかだね。そうだね。全部なくすやつ。あれ汚ねえよな。あんな面白いに決まってるよな。まあ、イライラしてっかね。まあ、あの人は面白いよな、見てた。はい、まず。乞食しないからっていうか どうだろう。じゃあ、不発から去るべきじゃない、あなたは。パフォーマンスに対してチップ投げねえやつの方が俺は嫌いだし、あなたはここにいるべきじゃないよ。俺らのことを乞食って呼ぶんだったら、プライド持ってやってるから、消えな。今すぐニコ生で七原くんだけ見てな。不快だわ、正直。どっか行ってくんない？いや、不快でしょ。だったらフワッチ使うなよ。こういう課金サイトなんだから。何の役にも立たねえだろ、こんなの。嫌いだったら見に行くんじゃねえよ、ゴミが。不快だろ、単純に。ポリシーないんだ。連絡取れないね、ロボさんね。アイテムありがとう。死んじゃったのかな。死んだか、もう警察に捕まってるか。しか考えらんねえな、もうな。死んだ人間の確認ってどうやってやるんだろう。家に行ってないね、俺。一回行こうかな。家にいないかもわかんない。とりあえず電話出てないっていうの、メールが既読ずっとつかないね。
まあ俺がつかないってことは相当だと思うよ。俺が連絡つかないっていうのは、だからもう付き合いがあって4年間ないからね。そんなこと。で、まあ、ヌマップ界隈か、あとみどりさんでしょ。で、ポンちゃんが行っても病院にいなかったっつってんだから。俺は、だから逮捕されたか、逮捕された時ってこんな感じなのよ。逮捕されたか、なんだろう。もう死んだかの2択しかないと思ってるけど。大丈夫なのかな。まあ気になるね。セコンドは頼める状況じゃないでしょう。頼めるも何も連絡つかねえもん。俺、教育って言葉大っ嫌いなんだよね。なんでこんなに嫌われてるんですか？知らない。こいつらに聞けよ。
あ、でも倉庫に住むのかっこいいよね。だ、倉庫に住むのはありだなと思ったことあるわ。倉庫はありだよ。倉庫改造。あ、結構好きやわ。倉庫はかっこいい。いや、かっこいいでしょ、倉庫。なんか友達が稲葉物置のでっかいやつに住んでたな。貧乏なやつだって。でも意外とありだなとか思ったもんな。かっこいいなと思って。俺ボクサーじゃないよ。ライセンス持ってないもん。あ、いや、断った。モグゴリは。村野さんからお誘いいただいたけど、さっきメールで「分かりました」って、またご縁があったらお願いしますって。事務所のプレハブとかもかっこいいよね。あれ、なんか色真っ黒とかに塗ったらかっこいいなとか思うもんね。俺も好きだわ。俺より稼いでるやついっぱいいるでしょ。いや、俺が一番知ってるでしょ。マンスリー圏外なんだから。知ってるよ。もう別に大して稼いでねえもん。なんだよ。いや、だから稼いでねえからでしょ。先月の金なんかもう残ってねえよ。いや、わかんねえ、何が原因か。男感触からかどうか。うまくいかねえな。うるせえな、37号。辛いなぁ、ほんと。
うるせえな、なんだよ。お前。何なんだよ。ああ、それもあるかもしんないよね。対戦近いからね。まあ、それもあるんだろうな。嫌いだね。なんで知りもしない人間からお前とか言われないといけないのかわかんないね。俺はとりあえず使わないね。無礼な人間大嫌いなんだ。ああ、もう10日だからね。疲れてるね。大丈夫っていうか、まあイライラしてるね。まあ、去年もこんな感じだったよね。うるせえな、37号消えてくんね。俺リスナーに八つ当たりなんかしてねえから、てめえみたいな無礼な人間に対して無礼だっつってるだけだから。関わってくんなよ、気持ち悪い。嫌いなんだよ。そうだね、早いね、もう1週間だもんね。銭湯っつうか温泉行きてえな。捨て頃終わったら行きてえな。いや、ストレス発散とかないよ。日高さんのトレーニングでタバコスバスバ吸ってた和道さん、無礼者。なんで俺、日高さんタバコ吸う人だけど、なんなのお前。そうだね、終わったら羽伸ばすしたいっすね。カズンさんはゲイだと思うって、娘さんお嬢さんもいるわ。ちょっと今までのコメント今日一面白かったな。 何でもかんでもゲイにするのよくないよ。さすがにカズンさん怒るわ。 カズンさんはゲイだと思うって。ダメでしょ、ゲイじゃないでしょ。ちょっと面白いよね。 次会うとき見方変わるよね。なあ、ホモ好きだよね。何でもかんでもホモにすりゃいったもんじゃねえだろ。 うるせえよ。消えろ。お前と話合わねえわ、37号。消えろ。この銀とか別に、そこはあんま考えてないかな。なんか、よくわかんねえわ。なんか、オナニーしなかったら強くなるって話でしょ。簡潔に言うと。バカ臭いわ。わかんない。誰が言うかな。カズンさんが、オナキンしたら強くなるって言うんだったらオナキンするかもしんないけど、オナキンしましょうみたいだったら分かんないけど、なんか俺、なんかその全然科学的じゃないと思ってて、 よく分かんないんだよ、オナニーを禁止すると。なんかフランスパンを東の方向に向いて食べると髪の毛が伸びるとか、そういう話だと思ってて。なんかよくわかんないかな。 価値観合わない人間必要ないね。いらないっすね。
いや、俺はそういうふうに感じるんだよ。俺はね、女に気に強くすると強くなる。フランスパンを東の方角に向いて食べると 同じように聞こえる。プロフィールに書いてあるよ。お前が読んでないだけだよ。それをファンって言うんだよ。バカだろ。当たり前じゃん。ファンなんだから。お前ファンの意味分かってねえだろ。バカか。頭開いてんな。いいや、お前には関係ない話だから。気に入られんなら見るなよ。俺に命令すんな。気に入らねえんなら見るな。命令なんかしてないよ。気に入らねえんなら見るなっつってんだから。
腹はいっぱいだな、俺。
おはよお尻プリップリだよ。コースパー2000円かな、これ。2000円。ハートありがとう。なんだっけ、なんつうの、リサイクルショップみたいなところ、リサイクルショップで買ったね。結構安く売ってて8000円だったんだけど、なんかソファーで配信したいなと思って。おはよう。きつかったね、ちょっとね。ハードメニューだったね。おはよう。
ソファーね、難しいよね、ソファーね。風船ありがとう。タバコ吸うよ。3人掛けのソファーだと寝れるけど、でもまあソファー寝る場所じゃないからな、そもそもな。ソファーは座る場所だから。ソファーでね、寝ると腰悪くするよ。大変だよ。だからベッド買った方がいいよ。ベッドか、もしくはマットレス買った方がいいよ。睡眠は大事だから。ベッドあるならベッドで寝ればいいじゃん。ベッドで寝た方がいいよ。睡眠はぐっすりとった方がいいよ。大事だから。ありがとう。ハートありがとう。サンキュー。匿名さんありがとう。あ、昼寝か。俺、昼寝っていうのをやったことないかんな。人生で一回も昼寝をしたことがない。でもショートスリーパーの人なんだよね。ゴロゴロしながらテレビみたいな。そっか。床にマットレスでいいんじゃない？マットレスでゴロゴロ。まあ、見栄え悪いか、部屋の。ああね、腰悪くするよね。腰悪くする。まあ部屋かっこ悪くなるわな。マットレス敷いてたわな。リビングだろうし。確かに言われてみたらそれはないわ。あ、俺昼寝したことないね、人生で一回も。ないっすよ。ない。あ、そうなんだ。
短時間の睡眠、作業効率上がるんだ。へえ。まあね、作業しないから。昼ご飯食べても眠くなんないね。俺は。っていうか、まあ昼寝てるしね。昼間ずっと寝てるから、昼ご飯食べないし。昼ご飯も俺一回も食ったことないな。生まれてから。だから昼寝したことないな。昼ご飯食べたことないからだよ、多分。起きたい時に起きるね。寝たい時に寝て、起きたい時に起きるね。給食も一回も食べたことないね。学校行ったことないね。ないね。ない。学校がなかったの、俺が住んでるところ。だから不登校とかもないから。そう。俺の母親、タイガーだから。ああ、母親じゃない、おばあちゃんがタイガーなんだ。俺のおばあちゃん、トラだからね。母親は人間だったんだよね。不思議だよね。そう、お父さんが魔法瓶、お母さんが人間で、母方のおばあちゃんが虎。父親方のおばあちゃんは黒板消しだと。俺、美容院行ったことない。
マニパじゃない、ホーユー。ホーユー。ホーユー。フォーユー剤、ホーユー。化粧品会社あるでしょ、ホーユーって。ホーユー。いや、これもうだいぶ抜けてるよ。だいぶ抜けてる。染め直さないと。ストロベリーレッドだったかな、俺のは。海外もね。そうだよ。一回脱色するよ。まあ、リスナーに対してだいぶ厳しくいこうかなと思って、これからはちょっと甘やかしすぎたかなと。何言ってるか分かんねえな、ほんと。お前に関係ねえじゃん。ステホルとお前何の関係があんの？
じゃ関係ないやつに発言権なんかないでしょ。どう考えても。国体出てんの？マジで言ってんの？ え、マジなの？ちょっと待って、ノーデータなんだけど、それ国体出てんの？ちょ、マジで言ってんの？やっとそれらしいデータ出てきたんだけど、マジか？マジかよ。本当に言ってる、冗談じゃないの？マジで言ってんの？いや、スクープでしょ。ガチ、ガリガリのアスリートじゃねえかよ。何なのそれ。おはよう。いや、関係なく、関係ないかもしれないけど、身体能力が高いでしょ。やけに腰入れて打ってくんなと思ったんだよな。基礎体力はすげえ関係あるよ。まあ、競技のうまさとか極められるかは別かもしれないけど、国体レベルの、いや、息が上がんねえなとか思ったんだよね。いや、いらない フィジカル面の能力アップの助言とかいらない あ、直樹兄さん本名を知ってる人がいるんだ。アタックはストレートと全然違う動きだね。まあ、トスかアッパーも違う動きだけど。あ、運動神経いいんだ。かっこよく言うな 相手に不足はないとかかっこよすぎるぞ 弱えやつ連れてこい、弱えやつを。一番弱いやつ決める大会やろうぜ。動き良かったんだ。おはよう。短距離ダッシュか。心肺機能は上げないといけないよな。バキと初めの一歩は熟読してるかんな。なんとかなるだろう。眠くないね。
荒野と俺はもうやってるよ。荒野と俺はもうスパーやってる。なんかすごいらしいよね、技術が上がってきてて。俺が小じきじゃねえよ。パフォーマー。弾避ける練習しないからじゃなくて、あれくらいのスピードで来るのを的確に捉えないといけないから、目はいいと思うよ。角度とか計算して受けるわけじゃん。スポーツ全般におけることが、ほら、テルだってキック、サッカーやってたじゃん。だから蹴りが強かったじゃん。それなんか利点はあると思うよ、他のスポーツやってるっていう。いや、俺マッスル北村さん知ってるけど。
何の関係があんの？なんで俺がマッスル北村さんの YouTube を見んの？事業主としての特権？マッスル北村さんすごいよな、ほんと。だから、なんだっけ、基礎代謝を間違えて餓死しちゃったんだよね。あんな体してんのに。減量を間違えて死んじゃったってことでしょ。要は普通の基礎代謝のカロリーの分食べたんだけど、体脂肪を絞りたくて、もう要は体脂肪もう皮なのよ、スーパーとか。だから朝起きたら餓死しちゃった。あんなにすごいボディービルダーの。俺今日16ラウンドシャドウやって5キロ走って、その後10本ダッシュ決めてきたんだけど、なあ、ヘトヘトなんだけど。何61号ロードワーク行ってこい、バカなんじゃないのお前。バカだろこいつ。いや、自分のためにやってるよ。だから関係ねえだろお前らには。ああ、いや、休みっていうか前日まで走った方がいいんじゃないかな。どう思う？どう思う？テル減らってんだ。カズンさんは捨て頃来るって言ってた。行きたいからチケット頼むわって言ってた。見てみたいって、そのヒカルくんが戦ってるところとワドが戦ってるところ見たいからチケットって言った。カズンさんに相談した方がいいよね。いや関係ねえじゃん。どうなんだろうね、なんかいろんなね、やり方がある。まあ、とりあえず3日前までに食べた方がいいものと、当日3時間前に食べるもの、飲むものとか全部聞いた。もう常識外っていうか、えって思ったよ。びっくりした。いや、これ食べていいの？みたいな。いや、逆です。これを食べてください。これを食べるとこうなるんですって。僕、現役中これ食べて世界取ってますからって。しかも、化学療法的というか、その、なんつうの、理にかなってるの、ちゃんと。どれを、これをたくさん食べてください。3日前まではこれを食べてください。飲んでください。すげえよな。うん。俺、マッスル北村じゃないし、ボディービルじゃないから。マッスル北村はボディービルダーなのね、日本を代表する。俺がやってんのはボクシングルールの格闘技なんだ。
なんで俺に マッスル北村の話なんか全然聞いてないから、全く関係ないから。マクドナルド、スゴロ終わったら教える。うん、ただ意外なものでびっくりした。むしろ逆だと思ってた。うん、逆だと思ってた。これ食うんだと思って。まあ光くんは才能あるからね。うん、俺がダメなんでしょう。逆転の発想っていうよりも、みんなその常識を分かってないっていうか、その要は思い込みで風習でやっちゃってるんでしょ。カズーンさんはその、なんつうの、パーソナルトレーニングとかだから理にかなってる人だから。デンプシーロールどうなんだろうね。新型デンプシーロールかなとは思ってるけど、前回やったのは完全に新型デンプシーロールだったね。うん、ついに幕の内一歩を超えてしまったんだよね。動画残ってるよ、新型デンプシー。デンプシーロールは20秒限界だろうね。てか20秒続いたらいいと思うよ。試合前パスタとか思うじゃん。でしょ？試合前パスタだと思うでしょ？ドーピング OK だから、ステゴロはステロイド打っていいし、ドーピング OK だから。 ドーピング OK、 ステゴロはコミッショナー公認で OK だから。俺ぶっちゃけドーピングするよ今回。パスタ別に悪くないけど、ドーピングする。ビタミン C 10錠飲む。ビタミン C をチオビタドリンクで飲む。やっぱ試合中ビタミン欠乏になる可能性あるから。ありがと足っていうか、太ももとふくらはぎと足の裏パンパンだね今。うん、どうだろうね、リスナーさん。まあ和道リスナーは実際多いね今回。前回の倍ぐらい来るから、前回5、6人かな、5人ぐらいだったかな。うん、はい、和道。
すっぽん工程渡されるだけでしょ。体は結構仕上がってきてるよ。パンパンだね。肩も次の日肩がね、パンパンに。全身筋肉痛だね。全身筋肉痛。メンタル仕上げないとね。本当にそうだね。おはよう。これ勤務とか仕事とかやってないわ。ああ、前回良かったよね。前回のあのね、2ラウンド目、ヒカル君の時にボディ打たれて、あ、これダメだと思って、2ラウンド目良かったんだよな。2ラウンド目すげえ良かった。3ラウンド目バテちゃってたけど、2ラウンド目悪くなかったよね。ボディもさばけてたから、あれができるようになったらいいよね。あれは結構理想の動きだったね。よかった。右膝壊してないよ、俺、もともと。右膝壊してない。あ、あばらは治ってるよ。胸筋さんにやられたやつね。
おはよう。おはよう。いや、俺は3点望んでないね。フォローだけでいいや。俺全然稼いでないよ。そうだね。いい人と出会った。ピークね。月50も稼いでないよ。3日で4000円だよ、俺。ああ、ありがとうございます。64号さん。いや、本当だよ。3日で俺4000円とかだよ。全然稼いでないよ。稼いでる時は稼いでるって言うけど、もう終わりでしょ。のんちゃん、障害者手帳すら持ってない。ありがとうございます。延長はね、1回50円かかるから、だいたい4時間配信で350円かかると思っていただければ。1日700円ぐらいかけてるかな。まあ食えなくなったらね、働くしかないでしょ。犯罪は別にしてないつもりなんだけどな。ちょっと食費が上がったぐらい。ははは、八五さんありがとう。涙出そうになる場面なんてあったの？ 出そうになるって出さなかったの？そこは涙したでいいんじゃないの？先月はまあだいぶいただいたね。ファンやめます。ああ、頑張らないです。あなたの言葉どうでもいいんで。はい。やめてください。はい。なんかすいませんとかじゃなくて、ファン辞めてる人に頑張ってくださいとか言われたくないっす。どっか行ってください。配信収入だけだよ、俺。辞めれば。
やめれば、いらない、言わなくていいよ、フォロー外せばいいだけだから 見に来んなよ。なんならメールくれるんだったらブロックしてやるから。なんなら連絡くれ、ブロックしてやるよ、全部アカウント、ツイッターから配信から、見なくていいから。連絡ちょうだい、 LINE に関わりたくねえから。やめるんだったら連絡くれ、全員ブロックしてやるよ、一生見なくていいから、連絡くれ。ああ、一人一日500、一日500万課金させる和歌をどう思う？おお、まあすごいんじゃないの？ 500 万の魅力があるんでしょ。大してもらってない。いくら投げたか言ってごらんじゃ。今まで全部いくら投げたのか。ありがとうね。105号さんありがとう。106号さんおはよう。いやだから言ってんじゃん、最初から嫌いなやつ見るなってバカだろ。102号最初から言ってんじゃん、嫌いなやつ見ても意味ねえから見んじゃねえよって。だから思わなかったって、お前が勝手に想像したんだろ。ご意見ないです。ありがとう3号さん。おはようございます。おはよう。都営あるよ、新宿何個かあるよ、都営住宅。きつね終わりにする？91号さん次役いく？風船ありがとう。あ、
はい、おはようございます。2018年の6月の14日、